本当だ、混じってるよ。ウケる。体に異常は？別に。スクナと変われるかい？スクナ？君が食った呪いだよ。ああ、うん。多分できるけど。じゃ、10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。でも。大丈夫。僕最強だから。めぐみ、これ持ってて。これを？菊水庵菊福。仙台名物超うまい。僕のおすすめはずんだ生クリーム味。この人土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。土産じゃない、僕が帰りの新幹線で食べるんだ。後ろ。菊福は他のお土産とは。そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。恐ろしく早い違うな。まったく、いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は。だからどうという話でもないか。7、8、9、そろそろかな。くそ、まただ。乗っ取れない。この虎杖とかいう構造、一体何者だ。お、大丈夫だった？驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせえんだよな、あいつの声がする。それで済んでるのが奇跡だよ。何したんですか？気絶させたの。これで目覚めた時、スクナに体を奪われていなかったら、彼には器の可能性がある。